のフレッシュマンは阿蘇地域振興局土木部にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。はい、稲葉翔吾と申します。年齢がですね26歳、住んでいるところは宮地です。土木部にお勤めということですが、どんなお仕事になるんですか？ですね、熊本地震でですね、阿蘇の管内で被災しましたところの、復興の支援に、しております。ということは、どちらか他県からお越しということなんですね。私は三重県から、災害の派遣でですね、こちらの方に来ております。いつから阿蘇にお越しなんですか？この年のですね、4月から参りました。もう期間は決まってるんですか？一応1年っていうふうに聞いております。今その災害復旧で、土木に関することとおっしゃいましたが、具体的にはどういったお仕事を日々されているんでしょうか？例えばですね、地震によって崩壊した、地域や地区ですね、そこで崩壊した土地の、復旧をしておりまして、急傾斜事業と土石流に対する事業がありまして、急傾斜事業でしたら擁壁を作ったりブロック積みを作ったりしております。で、土石流に対する施設といいますと砂防堰堤であったりですね、そのようなものを作っておるんですけど、砂防堰堤等はですね、崩れた山肌からですね、土石流が流れて人命等のですね、被害がある可能性がありますので、そちらに対して対応できるように砂防堰堤を設置して人命等の、守れるような施設を作っております。三重県から災害派遣で熊本に来られた方というのは稲葉さんの他にもいらっしゃるんですか？実は自分で5人目なんですけれども、今までにですね何人か、出しております。稲葉さんはここには、どういう形で派遣が決まったんですか？立候補して、来ました。ありがとうございます。本当に頼もしい拝見というかですねありがたい思い出いっぱいですが、実際ですね、熊本、阿蘇地域の被害の様子目の当たりにされてどんなことを思われましたか？やっぱり来てみるまではですね、テレビで見たりとか新聞で見たりとかいろいろ情報が入ってきたんですけれども、やっぱり実際目で見てですね、やっぱり被害の状況は大きいなと感じました。阿蘇の人たち、触れ合いとかもいろいろあるかもしれませんが、どんな印象ですか、阿蘇地域というか？そうですね、すごくみんなよくしてくれてですね、ただちょっと方言がちょっと伝わらないことが多くて、地域の方々にですね、自分が仕事をする上でですね、ちょっと説明することがあったりするとちょっと方言でご迷惑をかけたりしてしまうなと思ったのがちょっとありましたね。じゃあ地域の皆さん、稲葉さん見かけたらぜひ標準語で話しかけていただければと思います。では少しプライベートなこともお伺いしたいんですが、現在26歳ということで、結婚願望とかはありますか？もちろんあります。いくつぐらいまでに？いつでも。はい、なるほど。じゃあどんな人がタイプですか？そうですね、やっぱり一緒にいて落ち着く人がいいですね。じゃあそんな人と、阿蘇にお住まいになっても半年以上経ちますが、阿蘇でデートするならどこに行きましょうか？そうですね、まだですね詳しくないんですけど、例えば大観望でですね星空を見たりとかはいいんじゃないかなと思います。ちなみに三重県だったらどこがおすすめなんですか？三重県はやっぱり伊勢神宮とかですかね。はい、阿蘇神社もありますし、ぜひ。はい、ありがとうございます。はい、では、最後にお勤めの職場のですね PR をあちらのカメラに向かってお願いします。はい、阿蘇地域振興局、公務第2課はですね、みんな活気あふれる人たちが多く一生懸命頑張っております。そして熊本地震からですね一日でも復興ができるようにみんなで協力して一生懸命頑張っていきたいと思います。今月のフレッシュマンは三重県から災害派遣で来てくださいました阿蘇地域振興局土木部にお勤めの稲葉さんご紹介しました。では最後にフレッシュマンのポーズいいですか？いきます。せーの、フレッシュマン、さよなら。